日立市の北西部に位置する高原地区。常磐自動車道の日立中央インターか日立北インターから、または JR 中央駅からタクシーか路線バスでアクセスできます。県道60号沿いにある高原自然塾を中心としたおすすめスポットをご紹介します。こちらは湯殿山の湧水、県道60号沿いにあり、幾筋もの水の流れが集まり、それが2箇所から流れ出ているように見えることから、切れ目の名水とも呼ばれています。すぐ隣には湯殿山、月山、羽黒山の石碑と馬頭観音の石碑が、このことからも地域の人々が集う場所として親しまれ、見守られてきた湧水であることがうかがえます。もう一つは奥名での湧水です。地元の有志によって数十年の時を経て復活した名水です。紅葉を眺め、川のせせらぎに耳を傾けながら、ゆっくりと高原の名水を味わってみてはいかがでしょうか。近くには100年以上の歴史を持つ酒蔵椎名酒造があります。こちらではお酒の仕込みに湧き水を使っており、看板酒の福心はベストセレクション日立に認定されています。家族だけで酒造りをしているため、出来上がるお酒もほんのわずか。先代の地元に愛される酒造りという意思を受け継ぎ、家族で手作りの地元を中心に販売されている希少なお酒です。お越しの際にはぜひ一度ご賞味ください。豊かな自然を体験できる高原自然塾。廃校になった小学校を活用した体験型の宿泊施設です。建物は学校の風情を残し、宿泊室はクラス名で表記、和室・洋室合わせて最大80人が宿泊できます。体験メニューはそば打ちやこんにゃく作りといった気軽に楽しめるものから、里山散策や渓流登りアクティビティまで様々。さらに米や大豆の栽培など1年がかりで取り組む本格的なものまでご用意しています。施設にはグラウンドや体育館が完備されており、市内外のスポーツチームの合宿などにも利用されています。またランチでは地元の食材を使った料理を味わうことができます。値段は600円からです。高原で食欲の秋を堪能してみてはいかがでしょうか。紅葉と清らかな水、里山の恵みを満喫できる高原地区にぜひお越しください。